はい、皆さんこんにちは、カゼンドです。こんにちは、徳です。今日はですね、まあ、皆さんに必見の動画を、お伝えしていこうかなと思っております。はい、ゲームウィズさんでですね、パワープルアプリスケットイビキャラおすすめの選び方というね、はい、記事があるんですけども、まあ我々がねそれを見ながら、皆さんにとってのおすすめのイビキャラ、まあどっちかっていうとあれですね、どういう編成で組んだらいいかっていうところから、うん、まあ、こういうキャラ借りた方がいいですよみたいなお話をね、やっていけたらと思います。まずは野手からです。はい、うん、どう進めていきますか。そうですね、一応ここに出てる目次に、うん、シラスダンジョン名教円卓、はい、で我々ダンジョンはちょっと知識不足なところありますので、ミストとかね、あと最近で言うとタッツとかにお願いしよう。あとイズミもいるから、そこらのコラボした時にまあダンジョン教えていただくといった感じで、今回シラス名教円卓は結構我々もやってきたので、うん、そうですね、まあ、その辺を、はい、デッキ編成してフレンドから何を借りるべきなのかはちょっとやって一緒に話し合っていけたらと思います。わかりました。まず見るべきとことしては、うん、手持ちにいないキャラを選ぶ、うん、金徳が被らないように選ぶ、前後前3後3編成なるように選ぶ。まあここは本当当たり前の、これでもさ、はい、優先順位的に言ったら、まあ、手持ちにいないキャラを選ぶっていうのは当然なんだけど、金徳が被らないって実は難しかったりしない？その難しいですね、キャラ、 次第じゃん。少ない人にとってはきついですね。だよね。あとその下の前3後3に関してもさ、はい、ちょっと人によっては前後後1もうこれしかできないんですっていう可能性だってあるわけじゃん。ありますね、ここ結構難しいよね。だからでもそれであれば、うん、前後後1要はそのフレンドから借りたものが後1だったらまだいいと思うんですよ。そうだね。ただ前4自前がこの前4後1の中で、うん、さらにフレンドから前部を借りる、うん、で前後後1は避けようといった感じじゃないですか、ね、なるほど。せめて前4後2にフレンドから借りてするっていう、これやっぱ大前提としては強いキャラを作るっていうことが大前提のお話なんだよね。そうですね。ってことはやっぱり前さん後さんの編成っていうのもまあ大事なんだけど、どっちかっていうと金徳被らないようにしようよっていう方が大事だね。そうですね、うん、割とそっちの方が大事かもしれない、うん。まあ、早速ですがシラスのおすすめスケットイベキャラ、よいしょ、やっていきましょう。はい、誰だか分かります。はい、ルシファー。ルシファー、うん、その通りでございます。絶対そうだよね。絶対そうですね。圧倒的に持ってないところで言ってもルシファーだよね。はい、私は皆さんによく言われますよ、カズエンドさんを初めて知ったきっかけはルシファーめちゃくちゃ追ってる時でした。いや、お疲れ様です。すごい言われました。いや、あれは頑張るべきでしたからね。ありがとう、トーク。はい、まあ、まずカズさんのこの端末ので一回ちょっとテンプレみたいなものを組んでいただけますか。お、いいですか。私が思う感じで言っちゃっていいですか。はい。あ、でも今だとこう入んのかな。うわ、能見雷ちょっとわかんないけど、なんかパッと組んでみました。はいはい、うん。それですと、うん、例えばこの場合にフレンドから借りるのは今カズさんユニー式を選んでるじゃないですか。はい。ただ大体というかこの交代要因としては、うん、例えばカミラミサ、カミラミサを借りる、彼女で言えばカミラミサを借りるとか、うん、ツノリア、ツノリアを借りる、うん、まあ、多分そこら辺になりますかね、基本的には。だから高ランクの選手を作る上でもちろん金徳もそうだけど、最近は上限アップ、はい、上限アップでやってるよね。はい、上限アップっていうのも大切だから。そうですね。そこでより高ランクのキャラを借りるっていう感じだよね。うん、そうですね。で、うん、基本的にこのシラスのいいデッキの組み方として、うん、はい、まず筋力は1枚以上2枚以下だと思います。うん、でできればやっぱりこの精神キャラを多く積んで、あの精神練習を踏みながらタッグを踏みながら体力回復でしっかり体力を維持する。ちなみにルシファー一人でも大丈夫ですね。だとしたらアレフトじゃなくて、ここもう前さん後さんっていうのをもう度外視して、例えば雷とかでもいいの。まあ、ただ今回前さん後さんでやろうっていう話の中でいくと、うん、もう大谷だ、マイベのモードとかでもいいですよね。マイベ、こういうことね。で、うん、あとは例えば、まあ、初心者皆様にでお伝えすると、マイベのメンタルキャラでおすすめなのは小平とか、うん、まあ、そこら辺なんかもすごいいいんじゃないかなと思いますね。小平、はい、小平、
小平。小平は結構下の方にいるかな。いや、これレベル順だ。小平。小平。小平ですね。うん。小平ももう35で試合経験で持ってたりするんで、うん、もう初心者の方なんかには本当おすすめ。うんうん。やっぱ理想は能見だったり雷だったりっていうのを、まあ野手キャラで言えばそのアレフト、大谷ルシファーなどがメインで入ってきますけど、メンタルキャラでいくと、まあ、小平とかもすごいおすすめですね。逆に筋力キャラのテンプレにならないおすすめで言うと誰いますかね。宇戸くん三本松ってもっと他にいるはず、まあ、それこそ変な話、まあ、シラスでは試合経験点も大事なんで、ライチとか、はいはい、まあ、古長とか、うん、まあ、そんなキャラであってもいいのかなと思いますね。ただライチに関しては選手能力高いんで指導がしにくいとかっていうデメリットもある。あらかたとか、なるほどね。はい、イベキャラ多すぎて探すのも大変だったね。まあ、そんな感じですかね。基本的にシラスではこの彼女キャラ1枚、理想は彼女キャラ1枚、まあ、上限チャップキャラもまあそこ入れたいのは入れたい、理想は入れるとして、うん、まあ、筋力キャラは1枚以上2枚か、はいはい、精神キャラもできれば2枚で、あとは打撃とか、まあ、そこら辺を詰めればいいのかなと思います。これやっぱり上限チャップのキャラを持っていない人であれば、上限チャップのキャラを借りるのがやっぱり優先なんだよね。いや、ただ本当に揃ってない人だったらルシファーとかの方がいいの。まあルシファーとかの方が多分俺はいいと思いますね。やっぱミート101、例えばツノリやシドレミを使うことによってミート101、うん、102ができたとしても多分そこまで持っていけないと思うんですよね。うん、上げるのも結構大変だからね。はい、だそれを考えるとまずは金徳確定の、うん、して無限指導ができるルシファーとかの方が、まあ、無難に S はきついかもしれないですけど、それ手前ぐらいの選手が、まあ、最大値としてはあるのかなと思います。その中でイベキャラ揃ってきたら少しずつこう編成を、ね、変えていくっていう感じになるのかなと思いますね。でもさ、なんか最近我々もなんかいろんな選手ランクの層の人たちと会うじゃん、はい、今日も会ったりしたじゃん、はい、なんかそういう人たち見ると意外と上限チャップキャラを持ってるよね。持ってます、ね、1体もしくは2体持ってるよね、はい、だからやっぱりそこを補うキャラだったり3体入れちゃうっていうのもありなのかな。闇雲に入れるもんでもない。闇雲に入れるもんでもないと思います。ただ、うん、普通になんていうんですかね、サイキとかだったら金徳確定だし、うん、エピローグもあるしっていう意味で言うと35でも強いキャラじゃないですか、うん、でプラス上限チャップがある。ただその50、45とかのその練習効果アップがないだけであって、ただ35で見ても普通に最近は強いキャラなんで、うん、それであれば最近は入れるべきだと思いますけど、うん、なるほど。ただ金徳不確定のシドレミをわざわざなんかこう前4にしてまで入れるかって言われたらちょっと待てよと。そうですね、うん、キャラ揃ってない人にとっては102結構ミート102結構きついと思うんで、ちょっと待てよですね。なるほど、すごい勉強になる。まあ、そんなとこでどうでしょうかね、シラスに関しては。いや、いいと思う。もっとなんかありますかね。ちなみに、トクはシラスでやるとき誰を借りてるの？今シラスやるとしたら。今シラスやるとしたらやっぱり佐伯ですかね、うん、まあ、自分が上限チャップキャラを、まあ、彼女1体ツノリアで持ってたりはするんですけど、もう1体その野手キャラで持ってないとこはやっぱ借りたいんで、まあ、シドレミか佐伯だったら、まあ、僕は佐伯。ただこの上限チャップキャラが出る前に関してはやっぱりルシファー選んでましたね。そうだよね、無限指導めっちゃ強かったですね、うん、なるみルシファーなんかを持ってるって人は、まあ、なるみを持ってる人ってまだまだあの最近の初心者でもいっぱいいると思うんですよ。その方たちは35でもぜひシラスでは入れてほしいなと。そうですね、思います。まあ金徳不確定になっちゃうけどね。はい、わ、うん、かりました。非常にいいですね、こういうお話。あ、でもここの下にも書いてあるんですね。ありますね、こちらにも、うん、まあ、今出てきた名前ばかりですね。そうですね、うん、あ、そう、彼女で言ったらナギもいいもんね。そうですね、うん、ここではシラスではもうナギ最強っすね、うん、だから無理しないでナギっていう選択肢もあるよっていうことはやっぱり覚えてた方がいいね。そうですね、うん、はい、
無理やり上限チャップでガーって積まないで凪でいいじゃんっていうことはきっとあると思う。確かに、うんうん、まあ、あとはまあシラスで言うと今パッと思い出しましたけどコンボなんかもすごい大事だと思うんで、うんうん、ノーミカミナリもそうだしね、はい、うん、あとルシファーと、カミラ、はい、うん、まあ、そんなコンボを生かしつつっていうのもすげえ大事かなと思います。なるほど、続いていきますか。続いていきましょう。はい、一回目のチョイス。さあ次、はい、名教ですね。あ、名教はもうおばあちゃんに教えてもらってから。そうですね、名教やし、あのおばあちゃんさんに一回出てもらって、うん、あの教えていただきましたけど、私の祖母の話じゃないですからねあのパワープラーのね、はい、パワープラーのおばあちゃんにあの一度動画出してもらいましたけども、あの時デッキって何だったっけ。サイガ、覚醒マックスのサイガとか、まあちょっとこうしてみますか。結局はあの打撃タックですよね。ここにも出てますね。シドレミとかも入れたんだっけ。入れてます。あと暁進むとか。暁進むおそらく多分最強デッキを組んだ、こんな感じの、うん、まあ、あとはもちろんユニ式、あとカンパチ連れてってなかった。カンパチも連れてましたね、うん、これで前さん、あと2で彼女。あの時は進むは連れてってないんだよ。ここに彼女で、あとが多分誰かね。なるほど、うん、彼女は多分こう借りて進むんところを後イベの、まあ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 、基本的に名教になると今度大事なのは所持骨、はい、次はそこが結構大事になってくるのと、あとはやっぱり楽譜ですね、うん、何をくれるか。そうですね、譜面の中身、うん、例えば筋力ボーナスアップ、得意練習率アップ、そこら辺が多分すげえ名教では大事なんで、うん、名教はこの一概になんで言うんですかね、単体で強いとか俺は言い切れないなって思ってます。やっぱ組み合わせの中でこいつが生きる、うん、あいつが生きる、多分そういう感じだと思いますね。そうだよね、名教ね。例えばそのカンパチを連れていく理由の一つとしては、はい、シラス水産楽譜をくれるんですけど、それが技術と精神ボナなんですよ。精神、技術と精神、稼ぎたい、ね、でやっぱりあの3上限アップ、カズさんの場合は3上限アップとなると精神ボナできついよ。そうなんですよ、技術と精神本当に使ってしまうので、それであればカンパチがいる、うん、ただそこを目指さない人にとってはカンパチはいらない、バイバイ、そういう感じですね、うん、上限アップ組む動向より普通にやっていくんであれば、そのシラス水産学が別に強いって言ったわけではないので、振り袖雅とかでもいいってことね。そうですね、もう普通にタッグの強さとか、うん、すごい優先して振り袖雅でもありですね、まあ、あと一つ名教は、まあ、投手見れば分かると思うんですけど、まあ、ここ全員変化キャラですね、うん、で同じようにその得意練習率アップの譜面をつけて、野手打撃だったり、打撃、まあ、もしくはその振り袖雅の守備、あんま見たことはないですが、守備打撃の、キャラで積む、まあ、いわゆるアヘ打撃ってやつでやるのもありですね。うん、なるほどね、はい、やっぱり投手のアヘ編は野手は打撃なんだよね、肩とかそういうのじゃないよね。そうですね、うん、一時期まあ肩説あったよね、ありました、うん、守備もありました、うん、けどもやっぱり打撃、特に最近多くなってきたのが、うん、技術、打撃練習で技術と筋力ボナ持ち、うん、そういう系が結構増えてきた。サイガとかね、はい、シドレミもそうだ。例えばこの中に入ってきたいので言うと荒方とかもそうですし、うん、その得意練習に対してのその何て言うんですか、筋力得意練習だったら基本的に持ってるのは筋力ボナっていうのが、半年1年前ぐらいまでは多分それが当たり前だったんですけど、ね、うん、ここ最近ここ1年半年はもう本当に変わってきたね。変わってきたので、それで打撃タックがさらに生きてきたって感じですね。昔であれば打撃タックってなると筋力どうすんの、全然稼げない、精神全然稼げない、技術だけアホみたいに稼げる。ただそれが最近はちょっと緩和されてきたので、まあ、その組み合わせもありかなっていう感じですね。
俺でも名教の野手はほぼほぼやってないからなんかあんまり伝えられないな俺。そうですね、まあでも名教も名教こそ多分もしかしたらですよ、うん、この今回ある、シラス、はい、そして名教そして円卓の中で一番この入りが難しい高校かもしれないですね、うん、今言ったようにその楽譜も見なきゃいけないとかいろんな組み合わせが結構大変なんでデッキ編成も多分結構幅広いよね、はい、そういう意味で言うとちょっと一番扱いにくいハードルがなんか高いかなっていう感じがします。うん、でもあの時って SS3 とかできたんだっけ。そうですね、まあ、最大値は SS4 だって今名教言われてると思いますが、うん、5も目指せるんですかね。うん、まあ、でも人によっては名教が合うっていうパターンもあると思いますので。そうだよね、はい、わかりました。はい、したらまあ最後円卓高校、はい、高校やしやっていきます。円卓はもうデッキ作ってあるんで僕はいつもこれですね。はい、ここにも書いてありますね、シナリオキャラを選ぶ、うん、円卓高校のキャラってことですね。はい、で、不足する種類の経験点を稼げるキャラを選ぶ、複数タッグが可能なキャラを選ぶ、まあ、などなどポイントが書いてありますが、うん、まあ、まずはもうここですね、一番上、うん、ここさえ達成できればなんとかなるじゃんっていうのが円卓だと思います。我々も多分散々動画でここはモード PR でもいいっていう話はしてますからね。はい、うん、もうほんと PR でいいんで、はい、フレンドからこれ借りるべき、例えばカズさんがモードを持っていない、うん、例えばユニ式も持っていない、うん、じゃあどっち借りるってなったらモードね。いや、モードは借りないですね。え、自前で PR を準備しよう、ね、おお、そういうことね、はい、うん、で、ユニ式をフレンドからやっぱり借りるとか、モード要はこのモードと最近多分カズさんのテンプレだとしたときに僕モードと佐伯持ってませんって言ったらモードは PR で連れて行こう、佐伯を借りよう、もうどの組み合わせでもそうだと思います。モード持ってません、ナルビ持ってませんしたらモードを自前 PR だ。モードは借りちゃいけないんだね。そうっすね、そういうものだよね。そうっす、皆さんもうおっしゃる通りです。モードは借りてはいけません、もうどうしようもない、もうどうしようもないっつってもモードは借りちゃいけません。お願いします。まあ、ここに野手、オスエ、スケットキャラ出てますね、うん、モード、ユニシキ、ツノダ、サイキ、サイガ、ナルミ、アラカタ、はい、まあ、ほぼほぼカズさんのデッキと同じですよね、うん、ここに出てないので言うとカズさんのところに入っているのはメガネ登場、あとエプロン、エプロン、うん、まあ、エプロン後から来てるから入ってないっていう可能性もある。メガネ登場に関してはこれが多分一番このデッキでは変えやすいとこ、逆に大事、お、逆に大事、大事、立ち位置ですね、うん、メガネ登場が大事なんじゃなくてこの立ち位置が大事で、今度は筋力キャラ、円卓では最低1人最高で1人、1人絶対入れよう、それが多分円卓癒しです、うん、でモードがいることによって、打撃練習レベルを上げることができるので必然とやっぱり打撃固めみたいになるんだな。はい、打撃練習レベルを3にして、この何万先にあるエピック急いで取らなきゃいけないって時はやっぱり打撃でぐるぐると思うんで、その時にやっぱりタッグも噛み合わせて経験値を出したいっていうのが円卓だと思うので、まあ、モードを PR 入れたらあとは打撃キャラをバンバン積もう。だからそこで言うともう変な話、ちょっと打撃キャラ一回全部崩してもらえますか。打撃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 、そしたらもう何でもいいから入れてください。何でもいいんで入れます。カンパチいいですよ、カンパチ、サイガー、サイガー、やたら強いの選んできましたね。金原で、そこにモードが入る、でモードが入る、まあ今 PR がいないんでまた一体入れてもらうんですけど、この前手前3体、うん、カンパチ、サイガー、金原入ってます。これテンプレではないと思うんですよ、サイガー以外は、うん、サイガーが若干テンプレに入るかなっていう立ち位置がいると思うんですけど、入りますか。打撃ね、ああいいですね、まあ、うん、進むもこれまためちゃくちゃ強いキャラで、まあ、強いの選んできましたねって感じなんですけど、まあまあまあこれでやっていきましょう、うん、誰でもいいんですよ答えは。
で筋力キャラも変な話誰でもいいです。登場崩してください。じゃあライチ。オッケーです、これでいいんですよ。ただもう一回選ばせてもらっていいですか。筋力キャラ、まあ、3本待つ。あ、じゃあ3本待つ選んだけど、もう解放関係なく見てほしいんですけど、でもね、3本松入れましたと。でこの時次気にしたいのはコツですね。で特に野手で大事なコツが阿部比、パワー比、広角、まあ、あとは例えばチャンス、ささやき破り、本塁生還、一走、キャッチャー、多分そこら辺だと思うんですけど、うん、そこら辺をこの組み合わせの中から取れるか取れないか、うん、で結果的に今回カンパチからチャンス、キャッチャーが取れる。で赤瀬進から阿部比、広角、キャッチャー。3本松から、3本松からパワー比、フル比、フル比、パワー比、フル比で金原から阿部比、内野チャンス。チャンスとかいいよね。いいっすね、うん、阿部比もいいですもんね、うん、なんで結果的にもうこれだったらその野手で査定のいい主要骨を全キャラからこういただけるので、うん、もうこのデッキとか普通に多分強いんじゃないですか。これがたとえオール35であっても、その円卓が上手い人、下手な人、まだ理解してない人、理解してる人いろいろいると思うんですけど、その上手い人で多分 SS とかはユニシキがフレンドに借りてれば SS とかは行くと思うんですよ、これがオール35であっても。そこはなんで、なんていうんですかね、例えばカズさんの動画、他の配信者多分いっぱいいると思うんですけど、まあ、円卓をこう出してる配信者の方いると思うんですけど、どの配信者見ても参考にできると思います、うん、やっぱりその50だからこそやっぱ SS4 に手が届くとかそういうのはあると思うんですけど、ただ立ち回り的なとこで言うと結局一緒なんですよね。まずモードがいることによって打撃練習レベルが上がる、で打撃でこう常にグリグリしながら、金徳2を目指しつつ聖杯を取る、その理想の立ち回りで言うとモードを PR 以上で持っていけばどの配信者見ても基本的にその立ち回りしかしてないんで、それで言うともうどの配信者見てもすげえ参考になると思いますね。あとはそのキャラの選び方としてはコツがすげえ大事かなと思います、うん、とっても参考になりました。その中でテンプレがあり、うん、まあそれをカズさんが組めるって感じですね。まあ本当人によってはこのゲームウィズさんに出てる荒方とかもまあすごいいいキャラですよね、うん、まああと今カズさんが出してくれたカンパチとか、うん、まあサイガもそうですね、サイガ、暁進むあたりはぜひ35以上でも最強って言っていいんじゃないですかね。自分もデッキ相談今すごいやってるんですけど、そこで赤月進む35で持ってて、例えば鳴海持ってない、うん、この中で言うと荒方持ってない、鳴海持ってない、才賀持ってない、佐伯持ってないだと、じゃあ打撃から誰入れるのってなった時に赤月進む持ってれば、いや赤月進むめっちゃ強いですよと入れてくださいっていう感じで言ってます。まあ、それ以外であっても本当に初期キャラの例えば佐久間、鎌狩り、そうですね、鎌狩り、そこら辺であってもいいのかなと個人的には思いますね。鎌狩りとかやっぱ強いからね、普通に普通に強いっす、うん、脆いとかどう？脆いも全然いいっすよね、全然入れてほしいっす。チャンスメーカーなんかも円卓では、骸骨、金属の骸骨になりますし、本当に打撃キャラであれば全然誰でもいいんですよ。ただビクターでもいいっす。地味にコツいいといえばいいですからね、まあ、ただ金徳がちょっと重いっていうところが難しいですけど、まあ、でもそんな感じですかね。基本的には、うん、野手円卓やる場合にはモードは自前で PR とか準備、モードは借りるな、借りるご唱和ください。モードは借りるな、モードは借りるな、借りるなモード、借りるなモード、はい、どうも OK です。でフレンドからは、うん、その上限チャップ、うん、まあ、今カズさんが入れていたようにユニシキだったり、ツノリアだったり、まあ、佐伯、そこら辺入れて、まあ、デッキに1枚は上限チャップキャラ入れればいいのかなと思います、うん、そうだよね、はい、俺もここ最近ずっとモードを
リーダーだったけど、はい、モード割と使われないもん。あ、本当ですか。うん、モード50の人も結構珍しいと思うんですけど、うん、やっぱモードをフレーム枠から使ってしまうって結構もったいないですよね。まあ他のキャラが全部持っててモードだけいないっていう人もいるだろうからね、そういう人が多分借りてるんだと思う。そうですね、そうですね、うん、モード持ってない、再起持ってないっていう人はやっぱりモードは借りるな、借りるな、モード自前 PR って感じですかね。うん、まあ、でもこれ本当に参考になるよ、うん、結構、うん、個人的にいいこと言ってるかなと今思ってるんです。いや、ゲームウィズさんあと見やすいしね、うん、まあ、本当ここら辺がテンプレですけど、まあ、シラスであればその上限値アップ1体入れるのか、例えば何ですかね、他にコンボキャラを組み合わせるのか、例えばカミラを自前で持ってて、うん、ナギも持ってると、まあここセオリー通りに行けばここだけ見ちゃえばナギ入れるのか、ただフレ枠から借りるのがルシファーなら自前もカミラにするとか、やっぱコンボの組み合わせを大事にする、もしくはあのレベル35で強いキャラを選ぶ初心者の方ですよ、レベル35の中で強いキャラを組むとしたら試合経験で持ってるキャラが大事、逆に今円卓迷宮で話したようなコツとかは一切関係ない、うん、そこら辺のなんか最低限をなんか理解してこう何度かサクセスやってればある程度は理解してくると思いますので、その中で組み合わせとかもね、あの随時増えたキャラとかでうまく組み合わせればいいんじゃないかなと思います。あとやっぱり俺がそんなに言えるべき話じゃないけど、はい、すごい思うのはその 1,2 回やってなんかうまくいかなかったからといって、なんか自分がこうだと思ったデッキをなんかそう変えなくてもいいと思う、うん、やっぱりなんかそのサクセス自体でハマってるハマってないって当然あると思うから、はいはいはい、なんかそこはやっぱり、こうだと思ったデッキがもしねあるんであれば、それで何回も何回もやるっていうことが多分大事になると思う、だと思います僕も、うん、自分最近すごい思うのがトースサクセス円卓、うん、30回ぐらいやったんですよ、うん、ここ1週間ぐらいで、うん、まあもう1日で考えたら何回ですかねってぐらいやってるんですけど、いまだにこの最後余る経験点バランスが理解できないんですよ。全然別ってこと。そうす、毎回違うってこと。そうす、なんか大抵多分どこのサクセスも分かるじゃないですか、うん、技術不足になるんだよこことか、精神余るんだよ、そうす、このデッキだとここが足りなくなるんだよって結構やってれば分かると思うんですけど、うん、円卓でやってて30回やっても分かんないですよ。もうさ、それってやっぱり宝石のつく位置だったりそういうので変わってくんだろうね。そうそうそう、うん、なんでそこになんかもうこう上手い下手もちろんあるんですけど、30回やったからって何かこう見えてくるわけでもなく、もう本当にひたすらやるしかない、うん、その中で1回ハマればいいじゃん、なんかそういう考え方なんだとあのサクセスは思います。たくさんやりましょう。はい、うん、もうそこに尽きるかな。そうだよね。はい、あとはフレンド今借りるの迷ってます、デッキはこんな感じですっていうのはあのぜひこの動画のコメ欄にいただければ、うん、あのカズさんが一生懸命返事返すと思いますので、しゃあ全部貸したら持ってけ、ま、持ってけ、うん、あ、迷ってる方とかいたら本当気軽にね、うん、コメ欄あのぜひ書いていただければと思っております。お待ちしてます。はい、そんな感じですか。はい、いや、とっても勉強になるしとっても参考になると思いますんで、ぜひともね、いいなと思ったら本当にコメントをあの書いてくれたり、グッドボタンだったりお友達にね紹介してあげるなりしてください。はい、サクセス楽しみましょう。そうですね、うん、それが大事です。はい、じゃあそんな感じで、投資編もねまた別動画で上げさせていただきたいと思いますので、そちらも期待していてください。また動画でお会いいたしましょう。バイバイ、バイバイ。